こんばんは。これで配信するのはきついわ。どうしようかな。これでもいいんだけど、めっちゃ下から。こんなんしかない。あ、ごめん、揺らした。酔っちゃうね。気持ちわかるわ。もう一回揺らすね。よいしょ。ごめんよ。これでまだマシ。あんま変わんないな。先生、こんな価格で。いや、私もね、めっちゃね、画面酔いするタイプで。だから、移動とか。移動とかで酔っちゃうから文章を書けなくて、ツイッターもメールも書けないっていう、弱点があります、私。 弱点があります。どうしちゃうか。めちゃめちゃ弱点。よっこいしょ。だからチャットは送れるけど、メールは書けない。車とか電車とかで。新幹線でも正直厳しい、体調良くないと。 で、前まではもう音楽を永遠にひたすら聴くしかなかったんだけど、今音ゲーならいけますね。音楽、とにかく音楽、音楽をマストで聴いてないときつい。だからあんな時間になるんですけど、スクリーンタイムが。音ゲーはその音楽と、あとはシンプルに画面集中で、何、あんまり、なんつったらいいかな、他のことに気がいかないからかな、わかんないけど。YouTube 見ても音楽系じゃないと酔っちゃう。 眠すぎる時とかはたまになんか音フェチ動画とか流してたりするけど、新幹線とかも。YouTube、 シンプル YouTube だと酔っちゃうね。全然自分がゲームするのも酔うから、あつ森で酔うんだよね。 いや、あつ森はあんま酔わなかった。いや、酔ってたな。FPS なんてね、多分ね、やばいと思う。自分でも FPS できないんだよね、酔っちゃって。あと、私の三半規管弱々エピソードだと、ブランコで酔う。 ブランコで酔います。三半規管弱々エピソード。
画角調整なんか別に全然いいとこない、全然いいとこない。ちょっと高さ増した。ああこれはいいじゃん、枕2段重ね。三半規管弱弱。これでも前よりはねマシになった方なんだよ。前はもっとダメだった。よく人んちの車は酔うみたいな話するじゃん。まあ人んちの車も酔うんだけど、私自分ちの車でも酔うから、だから車乗ってんのに音楽流すからね。そう、音楽流さないときつい。返しよう。えい、ちょっとね前髪がね癖強すぎてウィッグでこうずっとこうなってたから、こうなっちゃって爆発しちゃったからこれで帰ってきた。珍しい、かわいい原宿かわいい系で帰ってくることになっちゃった。そう、えい、これ2期でマリンピア行った時に買った。えい、かわいいっしょ。なんかめっちゃお揃いコーデみたいなって全然ね、私長袖の服をこっちに持ってきてなくて、マジでない服が、どうしよう。うん、いや、エイ好きなんだよな、ビジュアルが。だいぶ好き。いや、マジでどうしよう。眠眠、ね、まあ借りるか、それしかないからな。いや買いたい気持ちはあるんだけどね、無駄遣いにならな、無駄遣いにはならないんだけど。最初終わったら湯船浸かる。明日はななみの誕生日だね。ナインオクロ。寒いし眠い、暖房つけてないんだよな。もうねこの期間は15分配信するのでガチで精一杯、まあ、シンプルに時間もないし体力もあるし喉もあんまり消耗したくないから、そう15分で結構ねピーロンピーロンって感じ。
そう、生誕祭ねえんだよ、生きていいよ。気持ち的には生誕祭のためだけに帰りたいっすねっていう気持ちはあります。まあでもね、スケジュールが分かんなかったからね、どうしてもね。トントン、ずっとそう、マリナさんもななみも、でも逆に言うとみゆと、あとみはちゃんの卒業公演は出られるから。果たして三村ひのは秋ブロックに、出るのか否か私にも分かってないからね。秋ブロック果たして三村は出るのか、わお、果たして。いや、わかんないのよ、いつまで秋なのか。もう冬じゃんいや、そんなことはないぞ。11月は別にまだ秋だけど、冬みたいなもんじゃん。喉が、ローアングルを無理やり漏れる角度になんとかする。ほっぺがお餅、ちょっと前まで夏だったのにはマジでそうだよね。全然この間まで夏アイスかき氷スイカ夏みたいな感じだったのに、急にいやもう秋っすけどーつって、いやー、お芋に栗にキノコに秋ですけどっていう顔しやがってねと思ったらもういや冬っすけどっつって。いやでも私正直ね、正直今年の秋は長かったと思うの。別に今も冬ではないやん、正直。正直ね、ちょっと新潟がどうかわからんよ。新潟はね、この前帰った時だいぶ寒かったから、そうで、やっぱりだって、やっぱりこの前10月の末に1回新潟に帰って、で1ヶ月分弱ぐらい その荷物さ、服をさ選ばなきゃいけないみたいな、本当にギャンブルだね。だって実際長袖足りないし、うん、日のまだ私の頭の中ではずっと角田浜だよ角田浜流れてるよ、角田浜の夏って、海水浴って、うん、わ、15分経過1630。あ、なんかミムの逆だ、ミムイーの逆。明日雪降るのって嘘じゃないの冗談かと思った、何人かの。なんてこったい、気をつけてね。山間部は雪が降るそうです、どうやら。みんなのコメントの英知を拾う限りはどうやら、新潟県は山間部が雪の予報です。やべえ、マジ気をつけて。シャムショー
スタッドレス範囲や、まあでもそうだよね、もうしとかないとだもんね。降ってからじゃ遅いしな。まあ早いね、11月。ほな終わるか。なんかななみがひまたぎ配信してたから見に行ってやってに。男女見ます。13位しんちゃろさん、12位げんごろさん、11位いぬくんさん、10位たむひろさん、9位ひのひのさん、8位突破球さん、7位しんいちさん、6位ゆきりん55さん、5位ようくんさん、4位むつきさん、3位ひよりげたさん、2位あずきさん、1位とうごさん、ありがとうございます。ギフトもコメントもありがとう。ポップコーン、ポップ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 コーン、あごめん揺らしちゃったすんません、ちょっとめっちゃ不安定なところだからごめんね。揺らしてしまうと酔っちゃうね。私もそう思う。ちゅうことで皆さんありがとうございました。えい、おやすみ村、バイバーイ。ババ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 。